こんにちは、レオです。僕が全ての iPad ユーザーにまず最初に導入してほしいアプリが GoodNote 5です。個人的には一生使えるノートだと思っていて、この機能と使用感のノートが約1000円でゲットできるのはめちゃくちゃ安いと思ってきました。ですが今回とんでもない価格改定があって、なんと無料から使えるようになりました。信じられません。無料の範囲は今見てもらってる通りで、後で詳しく説明します。そして有料版がサブスクになるとかではなくて、有料版も価格そのままの買い切りスタイルなんです。ますます iPad 購入者全員に使ってもらいたいアプリになりました。ということで、この動画では GoodNote 5の魅力的な使い方を5つのシーンでご紹介していきます。よろしかったら最後までお付き合いください。まずこのアプリの最大の魅力は、高機能だけど万人にとって分かりやすいデザインだということです。シンプルなノートとして使うこともできるし、応用していろんな形で活用することもできます。分かりやすいのが直感的に使いこなせるツールバーです。左がメインメニューになっていて、右がメインメニューを補完するサブメニューになっています。アプリって高機能になればなるほどメニューがぐちゃぐちゃになって使いづらくなる傾向もあるんですけど、 GoodNote 5は説明不要なほど直感的に使うことができます。それゆえ一生使えるノートアプリだと思います。学生で初めて iPad を手にした時から使えるし、社会人になってからも使えるし、家事でも使えるし、もっと言えばライフプランにも使えます。でそんなアプリが基本無料になったら、そりゃ興奮しますよね。ということで、順番に僕が使ってきた使い道をご説明していきます。まず最近だと動画制作のオンライン授業を受講した時に GoodNote 5が大活躍しました。授業は動画形式で行われたんですけど、その時に左に動画再生ページを置いて、右に GoodNote 5を置いて、重要なことは書き取りしながら勉強していきました。GoodNote 5はちゃんとスプリットビューに対応しているので、こういう使い方をしてもスムーズに使うことができます。で例えばここは絵で覚えておきたいなというような内容があったら、すかさず Apple Pencil で左下から右上になぞってスクリーンショットを撮影します。指でトリミングしたら右上の上矢印をタップしてコピー、完了を押して1枚のスクリーンショットを削除をタップしたら、 GoodNote 5で指を長押ししてペーストすれば好きな場所に画像を貼り付けて覚えておくことができます。次に GoodNote 5は試験前の単語の暗記にも使うことができます。まず単語帳は Kindle で購入します。で左に単語帳を立ち上げて、右で GoodNote 5を立ち上げます。その時テンプレートを縦型の2列にしておくといいです。そしてさらに3ミリくらいの太いペンを使って列を2分割します。そしたら単語帳の中でどうしても覚えられない単語を右のノートのペンで書いた線の左側に書いていきます。そしてその右にその単語の意味を書いていきます。であとは右側を隠しながら覚えていって、覚えたら単語の横にチェックを入れていく、そんな勉強スタイルです。で GoodNote 5が魅力的なのは iPhone 用アプリもあることです。しかも一度 iPad 用アプリを購入しておけば iPhone 用のアプリも無料で使えるということです。だから例えば狭い電車の中とかで単語帳の続きがやりたかったら iPhone だけでも成立します。で使い勝手はほとんどタブレット版と同じなので、拡大しながら使うと便利です。で学生さんから本当におすすめのアプリで、心の底から僕1000円でも安いって思ってきたんですけど、このアプリが基本無料になるんだから、やっぱりこれはやばい進化です。でここで無料版と有料版の機能を比較したいと思います。無料版は作れるノートの数が3つまでになります。で有料版はこれまで通り無限にノートを作ることができます。加えてメールでドキュメントをインポートする機能と手書きの文字認識機能が無料版の方では使うことができません。その他のツールは無料版でも制限なく使えます。それからカスタマーサポートは一応有料版のユーザーの方が
より優先して対応してもらえるという特典があるそうです。シンプルに言って無料版のノートが3つついてこればかなりそれだけでも使えます。講義ノートをとりあえず1教科だけ GoodNote 5に変えてしばらく試してみるとか、ブレストだけ GoodNote 5でやってホワイトボードみたいに使うとか、もうとにかくアイデアはいろいろと浮かびます。なお既存の有料ユーザーはそのまま有料プランを使うことができます。そして無料ユーザーの有料機能アンロックは相変わらず980円の買い切りです。サブスクじゃないです、買い切りです。これが重要です。なので個人的にはもうこの価格でも安いと思ってるくらいなので、本当に嬉しいだけの改定だなと思います。さて、使い方の解説に戻りたいと思います。学生を卒業しても GoodNote 5 は使えます。というか僕はもっぱら仕事に GoodNote 5 を使っています。例えば仕事で読まないといけない大事な資料がある場合ですね、僕はまず PDF を GoodNote 5 に取り込んで、そこにマーカーとかいろんな色のペンを使ってメモ書きをしていきます。でペンの種類が豊富で、かつ色に至ってはもうほぼ無限に指定することができるのも GoodNote 5 の魅力の一つです。でもちろん Apple Pencil 2のダブルタップ機能にも対応しているので、ペンと消しゴムのツール切り替えは手元で完了します。で英語の資料を読まないといけない時なんかは、左に Google 翻訳を立ち上げて右に GoodNote 5を立ち上げるスタイルが効率いいです。で分からないところは文章ごとに選択して Google 翻訳に貼り付けてしまえば、ざっくりと内容を把握することができます。でもし資料を読んだ上でフィードバックしないといけないような場合には、最近搭載されたコメント機能を使うことができます。コメントを入れたい場所を長押ししてコメントを追加を選択で、フィードバックを記入して紙飛行機のボタンを押せば OK です。 GoodNote 5には共有機能もあるので、そのまま相手に共有してあげるのもいいと思います。次に GoodNote 5は仕事に限らず家のことに使うこともできます。で僕は GoodNote 5で断捨離をします。例えばね、服が多くなってきたから処分したいよって、でもこの服の量が多すぎてどっから手をつけたらいいかがわからないっていう、そういう時には全て写真に撮って GoodNote 5 に取り込んでください。そしてその写真たちを KJ 法っていう方法で仕分けしていきます。で仕分けが完了すると、よく似たジャンルなのになんでかたくさん持ってる服と、あと意外と持ってなくてまだここは買い足す余地があるなっていう服とを俯瞰して把握できるようになります。で写真をたくさん取り込んでそれをスムーズに動かしていくことができるのも GoodNote 5の魅力だと思います。で最後に GoodNote 5 は人生設計にも使うことができます。僕はマインドマップを書いて人生設計をしています。別に人生っていうほど大きなことじゃなくてもよくて、何かしたいことがあるときにそれをマインドマップを書きながら、こう手を動かしながらブレイクダウンしていって日々のタスクとしてこなしていきます。手を動かすと頭が柔軟になりますし、書き終えた要素を俯瞰しながら後から自分にしっくりくる形に再配置できるのはデジタルノートならではの魅力です。で要素選択のための投げ縄ツールとかも完備していて、ツールの切り替えもさっき言ったようにスムーズにできるので、ストレスなくマップを書くことができます。ということで今回はどんなシーンで GoodNote 5が活躍するか触りをご紹介した感じなんですけど、それぞれ詳しい解説は以前解説動画作ってたりしますので、よかったらそちらも見てください。関連動画は概要欄に貼っておきます。とにかく今日見てもらったように、人生の各場面で使えるのがこのアプリの魅力です。普段から手書きをよくするよっていうような方だったら絶対に投資して損がないアプリだと思ってるんですけど、その上今回こうやってフリーミアムに無料から始まるアプリに変わったということで、ますます魅力が増してます。それにね、もうほぼ完成されていっているといいアプリなんですけど、依然として開発をちゃんと続けてくれていて、機能も追加されて、さっき言ったようなコメント追加機能とか、あと詳細な消しゴム機能とかね、最近でもどんどん追加されているので、そこら辺のこの手厚さとか、あと今後への成長意欲とかもね含めて、もう本当応援したいアプリです。ということで、最近発売されたばかりの iPad Air もありますけど、まあ、初めて iPad 購入して何のアプリから使えばいいか分かんないよっていう人とかね、ぜひぜひ一回検討してみてください。まあ、検討する前にとりあえずダウンロードして無料で使ってみて、よかったら買うでいいんじゃないかなと思います。ということで以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。ソーシャルメディアは Twitter、Instagram、Note やってます。全部レオ東山で検索して探してください。以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。